貴様で192人目の吸血鬼だ。だが所詮は雑魚。どこにいる？ジーク。吸血鬼め。待ってくれ。頼む。命だけは。貴様が吸血鬼であると分かった以上、生かしておくわけにはいかぬ。そうだ。あんたさっきジークってつぶやいてたよな。探してるんだろ、奴のことな。俺見たんだ、奴が東の町に向かっていくの。本当なんだ、信じてくれ。初めてだぞ、命乞いをする吸血鬼などに会ったのだ。助けてくれるのか。うわあ！貴様に生きる価値はない。命ちょうだい、フラーナ、フラーナ。はい、何を考えて。どうしたんだよ。泣かないで、お兄ちゃんに言ってみ。ん？よし、じゃ、面白いもん見せてやるよ。ほーら、ベロベロッペー。あれ？そうだ、これ見てみ。な、すげえだろ。うわ、やべ、つった。やっと笑ってくれたな。しけた面してるよか、笑ってる方が全然いいぜ。そういや、ジークも、俺が落ち込んでる時、こうやって慰めてくれたっけ。リサ！お父さん！いろいろとお世話になったそうで。ありがとうございました。この子は目を離すとすぐどこかに行ってしまいまして。うわ！お父さん、どうしたの？こいつは吸血鬼だ。お前は離れていなさい。いさ、プラーナ。お前のプラーナさえ手に入れれば。お前。今こいつを殺してしまったら、あの子は一人ぼっちに。よこせ、お前のプラーナ。大丈夫か。お兄ちゃん、本当に吸血鬼なの？また一人ぼっち、か。ジーク、どこに行っちゃったんだよ。もう嫌だよ、一人ぼっちは。どこだ？どこに行った？探せ！何としても探し出すんだ！見たな、あの狂気に満ちた目を。プラーナを求め、人は欲望の権化と化している。すべてお前のせいだ、デュオ。決着をつけよう、我が一族の裏切り者よ。